予約は二人しかしてないから、あんたは一緒に入ってこないで。でももう満席みたいだし、あんたの席はないから財布置いて帰れば。そうやって高笑いをする長男夫婦、ここまでバカにされるなんてもう我慢ならない。私はため息をつきながら、いいけど後悔しないでねと言い、財布を取り出した。後悔なんてするかよ。私を置いてお店に入る二人。2時間後、私のスマホが鳴った。おい、母さん、一体どういうことなんだよ。私の名前は優子、57歳の在宅ワーカーだ。夫とは結婚して24年が経つ。私たちは同じ職場で働いていたことがきっかけで出会った。当時、彼は結婚していて、私はもちろん恋愛対象としては見ていなかった。しかし、数年が経ってから彼は離婚をした。奥さんが不倫をしていたらしい。そのため、小さい男の子を引き取った状態でシングルファザーとして働きながら生活をしていたそうだ。子供が喜ぶ料理って何があるかな？え？いや、息子に作ってあげようと思うんだけど、何がいいかなって思って。俺、あんまりそういうのわからないからさ。そうね。って、私子供いないし独身なんだけど、なんで私に聞くのよ。夫は当時、なぜか私にそのような質問をしてきた。その時から別に仲が良かったわけではない。それなのになぜ私に聞いてきたのかよくわからなかった。だけど私は聞かれたからにはちゃんと答えたいと思い、何か思いつくまで考えた。それでハンバーグはとか唐揚げはとかオムライスはなどといろいろと答えてあげた。彼は、ああなるほどありがとうと言って缶コーヒーを一本おごってくれた。それが私と彼の距離が縮まるきっかけだった。それから私たちはちょっとした雑談をするようになる。息子ちゃんに手料理作ったの？作ったよ、オムライス。そう言って写真を見せてきた彼。初めて作ったらしく卵が崩れているが、ちゃんとケチャップで文字を書いていた。名前、ゆうやくんって言うんだね。彼が見せてくれた写真のオムライスにはケチャップで息子ちゃんの名前が書いてあったのだ。ああ、今3歳でね、結構やんちゃで大変なんだ。まあそれくらいの年齢ってみんなわんぱくでやんちゃでしょ、知らんけど。休日とかもこっちが疲れるほど遊んでもまだ元気だったりするからびっくりしちゃうよ。ちゃんとパパやってるのね。私はその話を聞いて彼が偉いなと思った。それから彼に対して少しずつ好意を抱くようになった。たまにお昼を一緒に行って話を聞いたり、彼に時間がある時に飲みに行ったりして距離が縮まっていった。そして自然と私たちは付き合うようになった。今後のことを考えてさ、ゆうやとも会ってくれるかな。交際を始めて1ヶ月ほどが経った頃、彼がそう言ってきたので私は会うことにした。私ももう28歳だし、結婚を考える年齢だ。私は彼のことが大好きになっていたので、子供がいても彼と結婚をしたいと思っていた。だからそれならば早くから会って仲良くなっていた方がいいと思ったのだ。ゆうやは最初は私に心を開いてくれなかったが、根気強く付き合っていくうちに私にも笑顔で話しかけてくれるようになった。それから交際が2年ほど続いてから私と夫は結婚をした。その時にはゆうやもすっかり私に懐いていた。だから結婚して家庭を持つことに何ら不安はなかった。私は卒業後寿退社をして専業主婦になることにした。まだゆうやが小さかったし、夫の稼ぎでも暮らしていけたから、家庭に入って家事と子育てを頑張ることにしたのだ。子育ては意外と大変だった。夫が前に話していたように、ゆうやはかなりやんちゃで、家の中は駆け回るし、物を壊しそうになるまで常に注意深く見ていないといけなかった。それでも素直で聞き分けのいい子だったので、私が何かを注意したらちゃんと言うことを聞いてくれた。私は悪戦苦闘しながらも子育てを頑張った。夫と息子と仲良く幸せな日々を過ごせていたと思う。だがそんな中、あることがきっかけで状況が変わってしまう。それは次男の翔太が生まれたことだった。私は初めての出産で、なかなか心身ともに不安定だった。だから出産時は里帰り出産をして、その間の優也の世話は義母にお願いしていた。出産後、久しぶりにゆうやと再会をしたのだが、最初はゆうやはとても喜んでくれたのだが、弟という存在が初めてだったので、少し戸惑っていた。しかも、それから私は赤ちゃんである翔太の世話がメインになってしまう。そんな状況にゆうやはだんだんとイライラが募っていった。
お母さんどうして僕と遊んでくれないの？僕のこと嫌いなの？そういうわけじゃないのよ。今は翔太のお世話をしないといけないの。ダダをこねる優也をなだめながら翔太を育てるのは大変だった。夫は仕事がどんどん忙しくなっていき、私の子育ての手伝いはしてくれなかった。いや、仕事が忙しくなる前から結婚した瞬間に子育てを私に丸投げするようになっていたと思う。それから数年が経ち、翔太も3歳になった。優也は当時8歳だったのだが、翔太よりもわがままだった。翔太は欲しいものがあるとき私におねだりをしてきて、ダメだと言うとすぐに諦めるのだが、優也は違った。買うまでその場を離れようとせず、私が買わないと言っても自分の本当の子供じゃないから買ってくれないんでしょと、そんなことを言うようになってしまった。翔太には買い与えてるのに、血がつながっていない僕には買ってくれないんだ。そのように叫ぶので、周りもざわざわしながらこちらを見てくる。私は差別なんてしていないし、翔太にばかり買い与えてなんていない。それなのにそんなことを優也が言ってくるので困ってしまった。だから私は優也をなるべく買い物に連れて行かないようにした。翔太はまだ小さいので家に置いていくわけにもいかない。だがそうすると優也は買い物に行く前にダダをこねるようになった。私は事情を説明して、買い物の時は義母に来てもらって、優也と義母、私と翔太という風に別々に買い物に行ったり、義母と翔太にお留守番をしてもらっていたりした。しばらくはそれで何とかごまかせていたのだが、ある日夫がこんなことを言ってきた。どうして翔太と優也を一緒に買い物に連れて行ってあげないんだ？優也がかわいそうだろう。私はこの時少しイラッとした。子育てを全部丸投げしているくせに、どうしてそんなことを平気で言えるのだろうか。それなら週末にあなたも一緒に買い物に付き合ってよ。私がそう言うと、夫はムッとした表情になり、俺はお前たちの生活を守るために平日に一生懸命働いているんだよ、休日くらい休ませろよと逆ギレしてきた。夫は結婚した途端に態度が変わってしまったと思う。なんていうか、釣った魚には餌をやらないというか、彼にとって私は子供の面倒を見る都合のいい家政婦状態なのだろう。夫へのフラストレーションが少しずつ募っていく中、優也は成長していくにつれてさらに面倒くさくなった。お母さん、小遣いあげてよ。ダメよ、ちゃんと約束したじゃない、今年はこの金額だって。来年になったら少しあげるわよ。本当にあげてくれるの？そうやって嘘をついて僕のことを騙そうとしてるんじゃないの？何言ってるのよ。母さんからしたら俺なんてどうでもいいもんね。翔太さえいればいいんでしょ？そんなことないわよ。あなただって私の可愛い息子よ。そうやって嘘つかなくていいから。父さんにそうやって言うように言われてるんでしょ？本当は翔太しか可愛くないんだって分かってるから。そんなことないって。優也は何度もそういう風に決めつけて私を困らせた。その度に私はなんだか責められているような気になってしまう。そしてある日、優也は中学校で問題を起こしてしまった。それは喧嘩だったそうなのだが、どうやら優也がクラスの子に怪我を負わせてしまったらしい。私は先生に呼ばれ学校に向かった。そこで優也と一緒に先生と話すことになったのだが、優也は自分がやってはいないと主張したのだ。しかし先生が駆けつけた時、優也が怪我をさせた子の目の前に立っていたという。幸い怪我はせずに済みましたが、頭から机にぶつかっていたので、当たりどころが悪かったら一生残る怪我をしていたかもしれません。そんな風に先生に言われ、私は血の気が引いた。優也をちらりと見ると、彼も動揺していた。この時私は直感的に優也がやったのだと理解した。優也、どうしてそんなひどいことをしたの？私は母親として優也を叱った。だが優也は、俺はやっていないってと変わらず主張した。本当のことを言いなさい。あなたがやったんじゃないの？だから違うって。なんで母さんは俺を信じてくれないんだよ。俺が血のつながった子供じゃないからだろ。いい加減にしなさい。それを持ち出せば私があなたの言うことを聞くとでも思ってるの？私はあなたのことも翔太と同じように大事に思っているのに、どうしてそれがわからないの？先生の前だったが、私は構わずに怒った。すると優也は何も言わずにその場から走り去っていってしまった。私も先生も反応が遅れてしまい、彼を止めることができなかった。私は先生に何度も謝り、それから怪我をした生徒の家に行って謝罪をした。それから数日後、なんと
別の子が怪我をさせたと名乗り出たという話を聞いた。私は絶句してしまった。本当にゆうやはやっていなかったのだ。私は何度もゆうやに謝った。だがゆうやは許してくれなかった。お母さんは俺のことを信用していないことがよく分かったよ。本当にごめんなさい。どうしたらお母さんを許してくれるの？私がそう言うとゆうやはニヤッと笑った。俺の言うこと何でも聞いたら許してあげるよ。それからというもの、ゆうやはあれこれと私におねだりをしてきた。新しいゲームやゲーム機だったり、外食に連れて行ってほしいとか、そうやって私に何でもねだってきた。私はゆうやを信じてあげられなかったことへの申し訳なさから、しばらくは言うことを聞いていた。そんな状態が2年ほど続いた。ある日、私はスーパーで買い物をしていた。すると、ゆうやの元同級生の子とばったり会った。すでにゆうやたちの学年の子は高校生になっている。その子はゆうやとは別の高校に通っていた。私が挨拶をすると彼は気まずそうに挨拶をしてきた。そしてその後、おばさん、ごめんなさいと謝ってきた。突然のことでびっくりしていると彼は驚きの事実を教えてくれた。なんと、あの怪我をさせた時の事件で彼は犯人として名乗り出たそうなのだが、実は本当はゆうやがやっていて、無理やり自分が名乗り出るようにゆうやに言わされていたそうなのだ。ゆうやはクラスで中心的存在だったらしく、周りの子供も逆らえなかったらしい。彼はたまたまゆうやが違う子たちとゲーセンで遊んでいる時に、母さんにあの時のことをゆすりに使ったら何でも買ってくれるし、小遣いも弾んでくれるんだぜという会話を聞いたことがあったそうで、自分のせいで私に迷惑がかかっていることが申し訳ないと思ったそうだ。私はその子に、教えてくれてありがとう、あなたは何も悪くないんだから気にしないでと言ってあげた。それからすぐに帰宅してゆうやを問い詰めた。ゆうやは驚いていたが、すぐに肩をすくめて、バレちゃったか、まあいいやと反省する素振りすら見せなかった。この時私の中で何かが切れた。この子は私がどれだけ愛情を注いでもそれを受け止めてはくれないのだ。自分がいかにわがままを通せるかしか考えていないのだ。それからはもうゆうやのことを大事にするのを私はやめた。放置をするわけではないが、必要以上に干渉するのをやめたのだ。もちろん何をおねだりされても断った。翔太には一般的な価値観の範囲で小遣いや欲しいものを買ってあげていたし、それはゆうやに対しても同じだった。通常通りの対応に戻っただけだ。ゆうやはそれが納得いかなかったらしく、私に対して冷たい態度を取るようになったが、私は適当に受け流した。それからゆうやは高校を卒業するとすぐに家を出て働き始めた。私はゆうやがいなくなってほっとした。翔太はすくすくといい子に成長し、その後大学に進学して大企業に就職。ゆうやは家を出てからめったに帰省してこなかった。たまにお金がない時だけフラッと帰ってくることはあったが、私はお父さんに頼んでちょうだいとだけ答えた。するとゆうやはめんどくさそうにしながら夫に金を貸してほしいと頼み、夫は特に何も考えずお金を渡していた。夫は子育てが本当に面倒だから金を渡して落ち着くならそれでいいと思っているようだ。私はそれを冷めた目で見ていた。それから時は過ぎていき、ゆうやが結婚することになった。彼は婚約者を連れてきたのだが、なんだか派手な服を着て常識があまりなさそうな子だった。在宅ワークって何ですか？それってニートじゃないんですか？初対面にもかかわらず私のことをそうやってバカにしてきた彼女を私は一瞬で苦手だと思った。母さんはカッコつけてるだけだから。ゆうやもそんなわけのわからないことを言って私をバカにしてきた。私はこんな人たちにちゃんと説明しようとも思わなかった。その後、ゆうやは結婚し、式も挙げて夫婦の生活をスタートさせた。それから数年が経った。ある日、私は長男夫婦から連絡が来た。珍しいこともあるもんだ。一体何の用だろうか。私はそんなことを思いながら電話に出た。するとゆうやは電話でこんなことを言ってきたのだ。母さん今年還暦だろ。仕方ないから長男として俺たちがお祝いしてやるよ。え？私はびっくりした。まさかそんなことをゆうやが言ってくるなんて。だがなんとなく怪しいとも思った。話によると長男夫婦と私の3人で高級寿司屋に行こうということになったらしい。今まで私にほとんど関わろうとしてこなかったし、親戚の集まりとかでも2人で私をバカにしていたほどだ。
絶対に何か裏があるに違いない。そう思って私は先手を打つことにした。長男夫婦に私はここの高級寿司屋はどうかとお店のホームページの URL を送ったのだ。するといい店じゃん、ここにしようと返事が返ってきたのだ。だが長男夫婦からは俺たちが予約しておくから予約が取れたらまた連絡するとも返事が来た。かなり怪しい。それから数日後に予約が取れたという連絡が来たので私は後日約束の日時に高級寿司屋を訪れた。すると店の前で長男夫婦が待っていた。あー、母さん。お久しぶりです。どうも。二人とも先に入っててもよかったのに。私がそう言うと二人ともニヤニヤしている。母さんのことを待ってたんだよ。あら、そうなの、ありがとう。勘違いしないでよね。私たちはあんたと一緒に食事をする気はないよ。え？私たちは夫婦でこの寿司屋に入るの。そもそもあんたみたいな在宅ワークだとかよくわからないことをしている人なんてこんな敷居の高い店は似合わないのよ。予約は二人しかしてないからあんたは一緒に入ってこないで。どうしてもお寿司が食べたいって言うなら一人で入れば。でももう満席みたいだし、あんたの席はないから財布を置いて帰れば。そうだな、俺たちのために財布を置いてけよ。そうやって高笑いをする長男夫婦。ここまでバカにされるなんてもう我慢ならない。私はため息をつきながら、いいけど後悔しないでねと言い財布を取り出した。長男夫婦はまさか私が本当に財布を渡してくるとは思っていなかったようだ。ちょっと驚いていたが、それでもすぐに先ほどのバカにしたような顔に戻った。後悔なんてするかよ。なんかこの財布ダサ。私を置いてお店に入る二人。私は作戦がうまくいき安心した。そして私は近くの焼き鳥屋さんに入り、ビールと焼き鳥を堪能した。お腹が満たされたところで私は家に帰った。2時間後私のスマホが鳴った。もしもし。お、おい母さん、一体どういうことなんだよ。この財布に入ってるクレジットカード使えないんだけど。あら、そうなの。じゃあ使えないってことよ。ふざけんなよ。現金は1000円しか入っていないし、こんなんじゃお会計できないよ。あら、あなたたち私に全部おごってもらうつもりだったの？私のことをバカにしている割には自分たちでは何もできないのね。うるせえな。今ちょっと手持ちがないだけだ。嘘をおっしゃい。あんたは今フリーターなんでしょ？そこのお店は普通に食べても2桁は超えるわ。どうせあなたたちは何も考えずにたくさん飲み食いしたんでしょ。だったら数十万くらいいってるでしょうね。なんで母さんがこんな高いお店の基準を知ってるんだよ。だってそこのお店の大将、私の弟だもの。え？そう、実は私は弟のお店を長男夫婦に紹介していたのだ。ゆうやは私の家族のことなど興味がないから、弟が一流の寿司職人でお店を持っていることなど知らなかった。私は弟に事情を話して協力してもらっていたのだ。それなら話は早いじゃん。家族なんだからタダで OK じゃん。ゆうやはそうやって声を弾ませた。どこまでめでたい子なのだろうか。何言ってるの？そんなことできるわけないでしょ。弟にとってはあなたはただの他人と同じ存在よ。血もつながってないわけだし。そんな。すると弟の声が聞こえてきた。お客様、無銭飲食は犯罪ですよ。すぐに警察を呼ばせていただきます。どうやら弟は他の客にも聞こえるようにそう言ったようだ。ゆうやと嫁の慌てた声が聞こえてきた。ちょっと待ってくれ。金を下ろせばあるんだ。あ、そうだ、今母親に電話してるから金を持ってきてもらう。そんな声が聞こえたので私は電話を切った。そしてゆうやの電話番号を着信拒否にした。今頃ゆうやは相当焦っていることだろう。それから少し経ってから夫は長男夫婦を連れて帰ってきた。おい、お前何やってんだよ。ゆうやたちが困ってたんだぞ。夫は帰ってくるや否や私を責め立てた。俺が代わりに20万の飲食代を支払うことになったんだからな。今すぐそのお金を俺に支払え。鬼の形相で怒っている夫、その後ろで同じく私を睨みつける長男夫婦。そんなの嫌よ。どうして赤の他人のためにお金なんて支払わないといけないのかしら。なんだと？お前は俺の妻でありこいつの母親だろうが。そうやって無責任なことを口にするな。そうよ、ひどい母親だわ。少しくらい母親らしいことをしろよ。そうやって私を責めてくる3人。だから私はあなたの妻でもないし、ゆうやの母親でもないって言ってるでしょ。私さっき離婚届を提出してきたのよ。え？
私の発言に3人ともポカンとしている。忘れたの？あなたが前に喧嘩した時に突きつけてきた記入済みの離婚届、あれを私はさっき出してきたのよ。私がそう言うと夫は一気に顔を青くした。そんなあれを出したっていうのか。ええ、そうよ。本当はあの時別れてもよかったんだけど、私によくしてくれたお母さんの介護が必要になったばかりだったからしなかったのよ。でも今は違うわ。お母さんは私に言ってくれたの。もう離婚していいわよって。そんな母さんが。お母さん、もう施設に入ることを決めたって。だから私も自由になっていいって言ってくれたの。私の発言に絶句する夫だが、長男夫婦は笑っていた。父さんの稼ぎがなかったらあんたは超貧乏だろ。勘違いしているみたいだけど、私は在宅で月40万稼いでるのよ。え？昔から得意だった英語を生かしてオンラインの英会話の講座をしているの。今はかなり人気の講師でそれくらい稼げてるんだから。だから夫よりも収入が高かったのよ。そんな。私の発言に長男夫婦も絶句していた。私はショックを受けている3人を横目に荷物を持って玄関を出た。玄関前には翔太が車を止めて待っていた。私は車に荷物を積み、一緒に新しい新居へ向かった。私が新しく購入したマンションだ。翔太はわざわざ車を用意してくれて私を送ってくれた。母さん、何かあったらいつでも頼ってくれよ。ありがとうね。私は現在単身用のマンションでとても快適な生活を送っている。ちなみに元夫は家事をする人がいなくなり、家は汚れる一方で近隣から苦情が出て家から追い出されそうになっているそうだ。そして長男夫婦は優也がフリーターで稼ぎが低いのに、嫁が働かないため借金ばかり繰り返し、そのうち借金の額が相当ひどいことになっているらしい。まあ私には関係ないが自業自得だ。私は翔太という血のつながった可愛い我が子との絆を大事にしながら生きていこうと思う。財布を置いて帰れだなんて言うなんて最低ですね。でも長男夫婦と夫が痛い目を見てスカッとしました。主さんはこれからの人生を自分のために生きてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。